第四節、生き霊のたたりは死霊のたたりより怖い」実はこの世には死者の幽霊よりもっと怖いものがありますそれは現に今生きている人間の心の思いすなわち少女の想念ですこれを生き霊と呼びます感情を発散する場合他人に対してあまりに憎しみの感情を強く抱き続けると その憎しみのエネルギーが物質化して本当に他人を傷つけたり病気に陥れたりすることがあります。また好き勝手なことを言って他人の感情を害すると今度は他人から憎しみの念を受けかえって自分が傷つけいたり病気になったりすることもあります。このため他人の感情を害することは他人から恨みの念を自分に受けることにつながり 自分生き量のたたりは死量のたたりより怖いという言葉があります。生き量とは現に今生きている人間の思いつまり生きている人間の想念です。このことは真実でありシャバ世界とは次元の違う世界に存在する死んだ人間の幽霊より 同じ次元の世界に存在する生きた人間から受ける恨みの念波みの方がはるかに恐ろしいのです。修行により特殊な能力を身につけた人は他人を呪い殺すことも可能であり、歴史上にはいくつもの実例が見られます。他人を呪うことを呪詛と言い、昔は有効な殺人の手段として非常に恐れられていたのです。いずれにしても、 自分の肉体的な健康も大切ですが、心の持ち方にも最大限の注意を払い他人の感情を傷つけないようにすることが大切です他人の心を傷つけると他人から恨みの念なみを受け巡り巡って自分がよりひどく傷つくのですですから心の持ち方については本当は最新の注意が必要です 他人の感情を傷つけた、違法題に傷つけていると、他人からの怨念により、自分が傷つき、そのことが、さらに、自分を不幸に陥れ、不幸になった原因を、その他人のせいにして恨むと、さらに他人を傷つけるというように悪循環を形成し、最後は、お互いに殺し合うような最悪の結末を迎えてしまいます。病気になった人は、ただ、単に、 食事とか呼吸とか運動とかに注意するだけでなく一度周囲をよく見渡し他人からひどく恨まれていないかどうか他人に恨まれるようなことをしていないかどうかよくよく考えてみる必要があります金銭の恨み男女関係の恨みなどは人間の根元的な欲望に結びついているだけに恨みの度合いが深刻な場合が多く注意が必要です 特に注意が必要なことは赤の他人からの恨みよりむしろ近親者特に肉親間の怨恨は深刻である場合が多いという事実です殺し方が残酷な殺人事件の場合犯人としてまず肉親などの近親者を疑うことが犯罪捜査の鉄則となっているのです近親者や職場の同僚や上司や部下また 近所の人間などで仲が悪い場合は恨み重なるという状態になっていることを多く殺し方も残酷になるのですいつも自分の心の思いを反省し他人を恨んだり他人を傷つけたり他人に迷惑をかけていないかどうかよく考えてみる必要があります特に肉親や身の回り人たちとの人間関係に恨みつらみがないかどうか よよくよく点検すする必要があります他人に対する悪念は全部反射して自分に返ってくるからです。またよく学校が悪い会社が悪い社会が悪い政治が悪い病院や現代医学が悪い人しと個人ではなく不特定多数の抽象的なものに批判の矛先を向ける人がいますがこれなどは 自分が無能でバカであると自分に対して言っているのと同じで他人に対して悪念を送らない代わりに自分の深層心理に跳ね返って自分自身を傷つけることになりますこのような直図行為はある意味で慢性的な自殺といえ場合によりがん発病の誘因になりますよく患者さんの中にいかに現代の医者が皆無能で 自己中心的な金儲け主義のエゴイストばかりであり自分の病気が治らないのハミな医者や現代医学が悪いからであるというようなことを独特と述べる人がいますこのようなことも決していい行為ではありません言っている本人は気がついてはいませんが他人を批判する言葉は全部自分に跳ね返ってきて自分自身を傷つけるのです現代の医者に このような一面が全くないとは言えませんが、私の知るところでは、そのような悪徳医者はごく一部で、大部分の医者たちは、現代科学の呪縛のため、視野を狭くされ、良い方法論を見つけ出せない、哀れな弱きインテリにすぎません。人から恨まれると言っても、多くの場合、自分が人を恨んだり、他人に対して、 恨まれるるるようななここととをしてていいいののがが原因になっていることが多いものです昔から人を呪わば穴二つという言葉があるように他人を呪ったり恨んだりすれば結局は自分もその報いで恨まれたり呪われたりして不幸になります人を恨まなければ人から恨まれる度合いも少なくなりますでは人を恨んだりしないためにはどのように 対処ししたらいいのでしょうかそれは人間という存在は全て周囲の環境や条件によって動かされる操り人形であると考えればいいのです細い糸で操られる人形劇の人形や黒子によって動かされる人形浄瑠璃の人形のような存在であると考えればいいのです仏教では人間は因果因縁の糸に縛られている 哀れなな操り人形のような存在であると考えます人間が悪口を言っていると思わずに操り人形が悪口を言っていると思えば腹が立つこともありません事故を起こした車に対して「お前が悪い」と怒ってみても意味がないのと同じですそして人間は誰一人として悪い人間はいないのだと考えるようにすることです 善人だ悪人だと言ってもそれは環境がそうさせているのですあなたが自分は善人だと思っていてもそれはあなたが豊かな生活をしているからそうなるだけで貧乏をして食い詰めれば何をするかわかりません人殺しでも悪人でもあなたが彼と同じ環境にあればあなたも人殺しになったかもしれないのです要するに 人間は環境次第でどうにでも変化するものであり本質的には善も悪もありません。このように考えれば他人を恨むこともなくなるでしょう。